福井県道106号福井県道106号三国丸岡停車場線は福井県堺市内に終始する一般県道と一般県道及び駅を結ぶ一般県道である。平成の大合併以前は堺郡三国町と堺町を結ぶ役割を担っていた県道である。現在でも堺市は地域自治区を設置しているため、その役割はなんだ薄れてはいない。 起点から半分ほどまでは南北に走り、その後終点まで東西に走ることで、堺市内の交通を包括的に支える役割も担っている。また停車場線の名の通り、丸岡駅を終点としているが、福井県道108号など等路線以上に、丸岡駅へアクセスしやすい路線が多数存在し、こちらの役割はそれほど重要とは言えない現状となっている。大部分の区間で、 片側一車線の確保された一般的な県道であるが終点の丸岡駅付近が入り組んだ住宅街となっており福井県道109号との重複から離れる交差点が非常にわかりづらいこの先も終点まで京路が続くので通行には最新の注意が必要である全体を通して交通量は少なく終点付近の一部区間を除いて回送路といえる道路である また終点が重複区間上にあるという変わった点も持っている路線でもある。ありがとうございます。